やって、ああ、私は生まれてきてよかったんだ。私は生きてていいんだということを、教えてもらいました。誰にも遠慮することなく、自分は自分らしく、このままで私は生きてていいんだなということが分かったときに、本当にこう人生を感謝することができました。そして、誰も間違って生まれてくる人はいない。みんなみんな神様から命を与えられて、神様の前で喜んで生きていけるんだということが分かったとき、本当に自分の命が愛おしくなりました。と同時に、他の方々の命に対しても、少しは優しい気持ちで見ることができ始めました。そのことを通して、私と同じように苦しんだりした人々、またもしかしてもう明日生きていけない人のために、少しでも、力になれればいいなと、そんな思いで長いことを歌わせていただきました。でこれからも歌える限り歌っていきたいんですが、このような中で本当に皆さんのことを思うとき、こうやって私たちが頑張ってくださいっていうのはあまりにも酷だと思います。ですから一緒に頑張りましょうということを私たちは、皆さんにお伝えしたかったです。どうぞ自分だけで頑張らないで、今多くの人々が支援してくださるときに何も遠慮しなくていいんです。本当にそれを受け取っていただいて、そしてまたこの心の力も一緒に受け取っていただいて、一緒に進んでいきましょうということを、私たちはメッセージとして持ってまいりました。ですから皆さんのこの大事な命が本当にこれからどんどん明るくなって、生きる喜びをまた見出してくださることができるように心を込めて、今ね、子先生と私と歌ってフランをしていただいたんですけども、そのもう一曲歌いまして、また中野先生が少し短いお話を皆さんにしていただけると思うんですけども、この次の歌をですね、浅井力也という皆さんご存知でしょうか。脳性麻痺で生まれてずっと車椅子の生活でなくされた、その彼が喋、ることもできない、自分で歩くこともできない、自分で一人で生きていくこともできない彼が、神様から絵を描く才能を与えられて素晴らしい画家になりました。でそのことが有名になってテレビでもいろいろ報道されました。私は彼を個人的に知ってますけども、私は彼が絵が描けるからすごいと思ってません。それは私にとっては悪いですけど、付録なんです。何かというと、彼の素晴らしさは、この話すこともできない、自分で歩むこともできない彼が、毎日神様に自分の人生を感謝していることです。そして、お母さんありがとう、僕は世界で一番幸せだよっていう彼のその生き様に心を打たれるんですね。ですから体は不自由かもしれないけども、心が宇宙のような彼のその人生を皆さんに語り継ぎたくて、この次の歌が生まれました。彼の心の世界、私たちは不自由があっても心さえ自由であれば幸せになれるんだということを彼は教えてくださいました。どうか皆さんの中にもいつかこの自由とその宇宙のように広がるその心が必ず取り戻せることを確信しています。それではお聴きください。僕の心、浅井力也の心です。エイトさん、僕の心に太陽がある、キラキラ光る太陽がある、暗い日が
外から来ました中野先生、よろしくお願いいたします。はい、ハワイには歯医者さんはいません。どうしてでしょう。ハワイ、ごめんなさい、大人が答えたけど、歯はいいって言いますから、ハワイには歯が良くなりますから。ありがとう、初めてと思うんですよ。ハワイで元気が出る海岸があります。とっても元気が出る海岸、わー、生き生き、わかった。そう、そうですね、ハワイは、人口100万人ぐらい、そのうちの25万人ぐらいが日系人です。だからハワイでは日本人が一番威張ってます。ここの津波が実はハワイまでやってきたんですよ。まあワイキキの海岸は現地のある人ばっかりだったから来なかったのかもしれないんですが、隣のハワイ島にはやってきた。そこは綺麗な女の子ばっかりいる。かわいい。そうだったんです。そこはかなり問題があったようですね。皆さん、人生はね、これからですよ。人生後半に花が咲くの。花咲かじじい。私たちは花咲か坊主ってのはいないんだから。花咲かじじいなんだから。花咲か年取ったお嬢さんたち、ね、これからが人生後半に花が咲く。絶対に絶望失望してはいけません。ここに進道という進むに藤と書く進道、この人ちょっと立ってください。この人も牧師です。頭がボケてるから牧師、ね、ちょっと背中見ててくれな、こう隠し上げて、ね、前ですね、はい、こう彼が今から背中を見せます。いや背中は入ってないけど、ダメか、脱げ。この人は前科3班前科7班です。あ、7班。それで小指がない。ないです。小指はないけど、私より指は長いから小指があるみたいですけど、この入れ墨を入れてます。それで今牧師です。前科7班で相当悪さをやったんですが、刑務所の中でクリスチャンになりました。そして今は青少年、あの薬やお酒や暴力などで苦しんでる子供たち、青年たちを導く牧師先生、すぐ横でさっきからなんだかんだ言って踊ってたのが彼女の、あ、彼の奥さんで、ハワイからお嫁さんもらったんですよ。4番目です。実は彼は離婚3回してるんです。だから4番目の奥さん、4番目はきっとうまくいくと私たち思ってますね。皆さんお祈りしてください。みんな応援してください。拍手。ありがとうございます。それから皆さん中で親戚やあるいは公園に悩んでいる子供を持っている人がいたら彼に相談してください。どうしたら更生あるいはあの力を得るかをよく知っています。先ほどここで踊った綺麗な女性は私の妻です。イエーイ。遠いで見ると綺麗です。まあ近くで見るとあれですが、彼女は60歳からフラーを勉強しました。ゴスペルフラーで今日本でも1000人ぐらいの、まあ、お弟子さんがいます。そしてクリスチャンで教会で賛美歌に合わせて踊っている。60から人生やり直せるんですよ。皆さん見たところはお若いようです。これからよ、どうか枯れ木の花を咲かそうよ、ね、アメリカやハワイでは例えば90歳になって、まあ奥さんなり旦那が亡くなりますよね。すると再婚するんですよ。そしてみんなが寄ってたかってお祝いする。日本で90になってガールフレンドの86歳のおばあちゃんができたら息子が飛んできて
お父さんやめてください。色違いです、ね、そんなことは恥さらしですって言いますね。でも人間は自分が一番大切なんですから、自分の心をしっかり持って自分の人生を楽しまなきゃ。もちろん相手がいる場合は骨の髄までしゃぶしゃぶしゃぶって変な言い方ですけど、皆さん私たちはね、年取ってもいよいよ仲良く、そしてこの人生を最後まで進んでいきたい。私の家内も60からフラをして今もういろんなところで呼ばれて話してます。人生は後半が素晴らしい。人生後半に花が咲く。皆さん今は段ボールですが、やがて皆さんももう一度船に乗るか、あるいは何かを引っ張ってリーダーになれるんですよ。諦めてはいけない、そこら中にあるけども、 Don't be give up だ。私たちは何があっても諦めない。私は16歳の時結核になった。当時は法定伝染病でもう絶対治らないって言われて、今で言うところのあの癌の末期のような人生でした。しかし私はアメリカから来た宣教師のそのメッセージ、ラジオから流れてきた賛美歌に騙されてクリスチャンになっちゃった。それからもう今72ですけど、世界中回ってます。騙されるなら最後まで騙されてるよ。騙されたおかげでこんな綺麗な奥さんにも出会った。騙されたおかげでこんな神道という元をもうヤクザの牧師とも友達になった。こんなに騙されたから中澤というちょっとずうずうしい友達になった。この人生思いっきりかけてもう一遍やり直せるんで、しっかりやろうじゃありませんか。今まで培ってきた皆さんの実力はやがてどこかで必ず発揮することができます。来週の日曜日はイースター復活祭、うん、それは人生はもう一度やり直せるということを意味しているんです。今日は復活があるから世界に今も活躍しています。ハワイにいる多くの日系人も日曜日ごと教会に来て、アーメン、そうめん、冷やそうめんと言って聖書を勉強しています。そしてやるぞ、この人生最後まで燃えるぞと言って頑張っています。皆さんもお家の宗教があるでしょう、あるいはお家の教えもあるでしょう。それも大事にしてください。でも時には聖書なども読んでみて、そうか、アーメンもうまいこと言うな、少しはどっかで見識を広げるのもいいんではないか。キリストは死んだのではない、蘇ったんだというのがこの復活祭の意味で、皆さん水の中で一度失礼ですが死んだのかもしれない、家が流されて何もかも失ったかもしれない、あとはもう絶望、死ぬことしかないと思ってるかもしれない。でも私たちは信じてます。聖書は復活の力、イエス・キリストは信ずる者にもう一度人生に花を咲かせることができます。神の祝福が皆さんにあるように心から祈ってます。ハワイで会いましょう。ありがとうございました。それでは最後の歌になりました、ここで勝利者、勝利者という歌を